Audio Jungle。ロシア兵が動画で訴え、上官から全滅させると脅されている。上官の性奴隷になるよう強要。ロシア女性兵士たちの地獄を機関兵が告発。ロシア軍の侵攻で激戦が続くウクライナ東部ドネツク州の前線で、ロシア兵が部隊の窮状を赤裸々に語り、ロシアのプーチン大統領に支援を求める動画が SNS に投稿されている。前線から下がれば特戦隊に背後から撃たれる状況や、上官から部隊ごと全滅させると脅されていると告発。重大な危機が迫っていると訴えている。ロシアの独立系メディアの SNS に3月25日に投稿された動画には、迷彩服をまとったロシア兵とみられる20人ほどの男性が疲れた表情で並ぶ。部隊長を名乗る男性は、部隊はドネツク州の村で行われた作戦に参加し、14日間にわたってウクライナ軍の砲撃にさらされたという。中隊長を含め多数が戦死し、当初は161人だった部隊は動画に映っているメンバーだけになったという。部隊には上官の命令で撤退する兵士を撃つ特戦隊が配置され、前線では身動きが取れなかったという。上官の性奴隷になるよう強要。ロシア女性兵士たちの地獄を機関兵が告発。衛生兵としてウクライナの戦地に送られたロシア軍の女性兵士が、自ら経験した軍内部の悲惨な状況を告発。ウクライナに侵攻しているロシア軍の幹部らが、女性衛生兵に対して自身の性奴隷や戦地妻になるよう強要している。同軍の元女性兵が自らの経験を踏まえてそう告発した。ロシア軍の元兵士のマルガリータさんは、ラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティが28日に公開したインタビューで、戦地妻や性奴隷になることを拒否した女性衛生兵は、幹部から悲惨な虐待を受けることになるとも明かした。ロシア軍に11年間勤務した後、2011年に退役したマルガリータさんは、子供を養うためにウクライナでの戦争の衛生兵に志願したという。訓練のため送られたロシア西部ニジニノブゴロドで戦車小隊を指揮する大佐から戦地妻になるよう求められ、性的な誘いを受けたが、マルガリータさんは拒否した。大佐は部隊がウクライナの戦闘地域に配備された後もマルガリータさんを誘い続けた。その後、部下に命じてマルガリータさんを夜に地べたで寝かせたり、戦闘地域へ送り込んだりと、彼女を厳しい環境に追いやったという。大佐と性的関係を持つことに同意するよう、彼らは私を壊そうとした。しかし私は切り抜け、そうとわかると、彼は私を砲兵隊に送るよう命じた。危険区域、最前線だ。私がそこで死ぬと思ったのだろうと、マルガリータさんは述べた。マルガリータさんは軍で受けた心的外傷に対処するため、2ヶ月間リハビリに励み、現在も抗うつ剤を服用している。複数の将校の相手をさせられる女性兵も、マルガリータさんによれば、医療部隊の中で性奴隷になるよう圧力を受けた女性兵は他にも6人いるという。ある将校が酔った勢いで戦地妻を銃で撃つのを目撃したこともあり、その女性には後遺症が残ったという。またアリーナという女性兵は複数の将校の相手をさせられ、部隊に戻ることはなかった。女性たちは大抵折り合いをつけている。この戦争の中で楽園で暮らす方がマシだと判断したのだ。食料もタバコを与えられるのだからとマルガリータさんは言う。現在ロシア軍に所属する女性兵の人数は明らかになっていないが、2021年の時点で4万人と推定され、90万人いる兵士の 5% にも満たない。ウクライナ軍は前線の将兵らが脱走しないよう後方で監視しているロシア軍特戦隊を物理的に消すべきだと思う。特戦隊がいなくなればロシアの将兵らが交代しても射殺される恐れはない。特戦隊が消えれば前線の崩壊は容易になると思うけど。帰郷したワグネル戦闘員、殺人容疑で逮捕、戻って数日後。殺人罪で服役中に出所を許されて民間軍事会社ワグネルに加わり、ウクライナでの戦闘に参加していた男が、故郷に戻って数日後、高齢女性を殺害した疑いで逮捕されたことが分かった。イワン・ロソマキン容疑者は犯罪を繰り返した末、2020年に殺人罪で禁錮10年の判決を受けた。ワグネルで戦闘に従事する契約を結び、昨年釈放されたという。
ロソマキン容疑者がワグネルの一員としてウクライナに滞在した期間は不明だが、通常の契約期間は6ヶ月となる。その後、容疑者はロシア西部キーロフ州にある故郷に戻った。現地の証言によると、帰郷したほぼ直後から問題が発生。容疑者は複数回にわたって脅迫を繰り返した。先月27日には地域住民の集会が開かれ、その模様を地元のテレビ局が撮影していた。住民の一人は熊手や斧、刃物を手にしたロソマキン容疑者が皆殺しにしてやると脅す様子を見たと語った。地元警察は集会でロソマキン容疑者がトラブルメーカーであることは知られており、対処中だと説明。しかし対応は間に合わず、地元の高齢女性が殺害される結果になった。ロソマキン容疑者は殺人の疑いで逮捕されたが、正式訴追には至っていない。ワグネルの創設者エウゲニー・プリゴジン氏は自らこの件に言及し、元戦闘員が絡む事案では必ず法執行機関に協力すると表明した。プリゴジン氏は今年2月、受刑者の採用をやめる方針を明らかにしたが、刑務所での採用活動はロシア国防省の下で続いているとみられる。CNN はこれまで国防省に直接雇われているという複数の戦闘員から話を聞いた。犯罪者が戦争の駒になれば、後に釈放とか、釈放後また犯罪を犯す確率高いのに、釈放後殺人。これがロシアで報道されたら、またロシア国内での反戦争高まるんじゃないか。無理に国民を戦闘員徴収したら、反プーチン高まるのでできなく、そろそろロシアの戦闘員、武器不足で戦争を続ける体力なくなり、最近の核の脅しはその理由で、なんとか有利な状況での停戦目指しているのではないか。何をどう考えても殺人は殺す側にとっても良いことは何もなく、そんなことばかり。それでも殺人に駆り立てるような強い欲望や感情があるのだろう。そんなものには長期対抗できないだろうから、刑務所などにいる方が本人のためでもある。本人は強い欲望や感情が満たされないから欲求不満だろうけど、殺人を犯すよりはマシ。ロシア徴兵、例年より1割増、人員不足、長期戦準備か。キーウ共同。ロシアのプーチン大統領は7月15日までに18歳から27歳の14万7千人を徴兵する大統領令に3月30日署名した。アメリカのシンクタンク戦争研究所は徴兵の人数が例年よりも約1割多いと指摘。米紙ニューヨークタイムズはロシアとウクライナ両軍が人員不足から兵士の採用を加速させているとし、長期戦への準備の兆候だと伝えた。ロシア軍参謀本部は31日、徴兵された兵士はウクライナ侵攻に動員されないと強調した。志願兵が十分にいると主張し、兵士は全員国内の駐屯地に配置されるとした。兵役は1年。人員だけ増やしても兵器が枯渇してない。双方の動画見てたら、ウクライナ軍の装備が西側製に入れ替わって充実している。ロシア軍は古い兵器、第一次大戦を引っ張り出して使っているようだけど、最近戦車 VS ロシア兵の塹壕戦見たけど、ロシア兵の惨敗ぶりはやばかった。最後手榴弾投げて全滅。多分対戦車兵器がなかったんだろうね。今後西側の戦車10台ぐらいが突っ込んできたらほとんど戦線が突破されそう。西側の戦車相手だと最新の対戦車兵器がないと対抗できないと思うよ。昨年9月、国防長官は30万人の予備役を招集する際、従軍や戦闘経験を有する膨大な動員資源がある。ほぼ2500万人だ。だからこの動員は全体の 1% 程度を対象とした部分的な動員だと語ったものの、その強引な手法とありえない手違いが続出して抗議デモまで起こり、事態を収拾するためにプーチン氏自ら戦争は早期終了するから、これ以上追加招集はしないと公言したものの、戦況はますます苦しくなるばかりで、このような事態に至ったようだ。そのような中、ワグネルが公に認められるなど台頭したのだが、ワグネルも苦戦を強いられ、現在3万人の追加招集をせざるを得ない事態に陥っている。いずれにせよ、たとえ現在報道規制が敷かれているとしても、未熟な戦闘員を盾に無謀な前進をし、数多の犠牲者を出している悲惨な現実を従軍経験者の情報で社会が知らないわけがなく、またすぐに命を落として帰還すれば、さすがに世論も影響を受けないわけにはいかないはずだ。